地方名産ゲットだぜ、実況者オバオケ対決。はい、それでは俳優ルールの説明をお願いいたします。はい、今回ゲームの中で出てくる名産品の中から実際に福井県のズワイガニ、越前ガニですね、こちらと新潟県、あ、これさっき読めなかったやつだ、佐渡島、はい、さっきって何、さっきって何、あ、リハーサルなんてなかったよ。佐渡島の日本酒北雪、あとドグマさんの出身地でもある岐阜県の飛騨牛弁当、こちらの3種類を実際に用意しました。飛騨と関係ありません。遠い、遠い、あゆですね、車で3時間は認めない。認めんの、どういうことですか。はい、同じ件ということで。ちょっと待って、話はあまり聞けてなかったんですけど、はい、ズワイガニとか、牛弁当、飛騨、はいはい、牛弁当、さらに日本酒が、日本酒で用意されてるの、あるの、どこにあるの、どこ、こんな小狭いスタジオでないでしょ、こんな、すごい、うわ、すげー、わ、本当や、生きてる、動いた、生きてる、すげー、生きてる、すごい、怖っ、これ多分半年前まで生きてましたね。はい、間違いなく、もう取れたてですよ、取れたて。映ったかな？あ、映った、映った。すごい。だってこれ足ないやん、これ。ちぎれてて。絶対冷凍のやつやん、これ。足ない、半端もね、安いやつやろ、これ。すごい、魚介汁がすごい。で、これは何なんですか？食べていいんですか？何？これは今、目で楽しんでください。これからまた恒例。目で楽しむって何？はい、あと他にもそうです。日本酒飛騨牛弁当もご用意があります。ほうほうほう。で、これは何、はい、食べちゃダメなの？え、何のために置いてあるの？そうだ、ただ臭いだけですよ、これ。ね、カニの匂いが半端ないですよ。はい。で、こちらの名産品にちなんだステージを実際に3人でプレイしてクリアできたら、実際にその名産品ゲットとなります。やった。プレイして、はい、ステージクリアしたらもらえるってこと？ゲットできたメガネは3人で仲良く食べてくださいとのことです。正直親子って帰りたくないですね。ねえ、これはなかなか電車の中みんな臭い臭い言われますよ。誰だ誰だっちゃいますよ、絶対言われますね。カニ人間が混じってるってなる。何カニ人間。隠しきれない香りの。まあでもね、食べたら美味しいでしょうからね。はい。じゃあ、誰がやるんですか、はい、どこのステージを。まず、福井県のステージから行きましょう。あ、さっきのところですね。なるほど。ステージ。難しいですか、福井は。福井は結構簡単です。簡単なんや、はい。簡単です。じゃあ、ステージ5。どうする、お姉ちゃんやる、はい、お姉ちゃんやります。お姉ちゃんやります。お姉ちゃんやるじゃん。ありがとうございます。え、実は私もちょっとお家でやってるので。そうなん。じゃあ、お姉ちゃん、はい。失礼します。お姉ちゃんって名前が定着してる。ハルル、ハルルだったら郵便局になっちゃう。あれ、映ってるかな、はい、じゃあ行きますね、はい、はい、うん、防衛スタート、ほら、かわいい、あれ、なんか説明が出ます、あ、飛ばしちゃった、カニがいますね、上に、はい、その上のがエイリアン、エイリアン、エイリアン、カニ取ろうときてる、ちょっと待って、ドグマさんより上手くない、うまいよね、うまい、助けてって言うのか、初めてなの、やってんの、あ、やってますね、あ、だから、うん、なんか、お化けがいろんな種類いるんですけど、こんなにこのキャラ初めてですね、なんかお化け今妊娠かって出ましたけど、これ自分はお化けなの、はい、あ、終わっちゃった、おー、すごい、一瞬な、お姉ちゃんめっちゃうまいやん、お姉ちゃん上手、お姉ちゃん上手、ということで、これでもうズワイガニゲット、やった、はい、やった、お姉ちゃんズワイガニゲット、おめでとう、おめでとう、はい、これをどうすればいいんですか、いや、これだ、頭から行きながら、なんとか自分で処理してください、いや、頭から今行ったら仕事増えるで、え、なんかフリップで今食べてもいいよ、凍ってるけどって出たんですけど、冷たそして臭い、臭い、それをどこで吸うんですか、はい、お姉ちゃんもう頭から丸かじ、こうやってバキッてやればこれ美味しいよ、いいの食べて、食べれないでしょこれ、いけるよ、え、本当に食べていいの、あ、食べるの、ここからバキッて、え、何ですかこのカニさばき動画、これでも汁飛ぶ絶対、あ、なんか開けるとオルゴールになってるみたいですよ、あ、嘘か、いや、これ本間ものカニ、いい、開けて、いいの、え、すごい、取り寄せた、おぉ、この味噌が絶対うまいね、あ、おいしい、で、このビラビラのとこはこう食べたらあかんとこだよ、毒やから、あ、それ食べちゃダメなんだ、食べるとね、ダメ、お腹壊すから、で食べてダメですよ、視聴者の皆さん、このビラビラのとこ、この蛇腹みたいになってる、
このカニ味噌。じゃあちょっと食べてみてくださいよ。なんでやねん。腹壊す言ってる。でも本当かどうか。じゃあ本当やってるから。なんで俺にそう実験台にしようとしてるの。これでも後で食べましょうよ、これすげえ美味しいんで。これあのメガネのフレームとかでほじれば味噌食べられる。メガネ。いやなんかスプーンない、スプーンがないなと思って。ナス君初めて呼ばれてきたけど、こういう子か。お姉ちゃん。あれですか、メガネが本体の方ですか。この野郎、お前目をつくぞ、この野郎。はい、ごめんなさい。はい、じゃあ次に行きましょうか。はい、ありがとう。はい、まだまだゲットです。後で食べます。はい、はい、そして次はドグマさん。日本酒くさい。あの異様な匂いと、なんかドグマさんの匂いとカニの匂いが混じってる。ドグマさんの匂いはないやろ。さらっと言いやがって。カレー酒あるみたいな。あ、でもそういえばさっきカレーの方。あ、そう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 、カレーを食べてきたからな、マックストレックス。なんかいらっしゃらないなと思ったらカレーを。意味ある、はい、でしょ。はい、ちょっと薄い本が熱くなりそうになりましたね。はい、ということでですね、次は新潟県佐渡島の日本酒、直接かけてチャレンジしていただきたいと思います。ステージは98。はい、じゃあ98ステージをじゃあドグマさんにやって。俺やるの。はい、俺でも岐阜県あると岐阜がいいな。ああ、じゃあ僕がやります。行くじゃん。じゃあすごいすごいお酒だ。じゃあ僕が上越をやりたいと思います。はい、まあ、クリアしたら日本酒の北雪がもらえるらしいんですけども、僕お酒飲めないので、じゃあ僕が頑張って取るんで、ドグマさん一気いっちゃってください。一気で日本酒やろ。死ぬぞ。日本って16度だな。おっ、おっ、きた。うまいな。このステージは結構宇宙人がいっぱい来てますね。そうですね、さっきより早い。飛べしてきてますね。飛べるやん。とりあえずアメリカ行こう。マツうまいな。間違えた、どうしよう。フィーバーってあるの。たまにちょっと出てくるのは何やろ。どうするんですかね。 UFO キャッチャー。確かに、ちょっと間違えたよ。あれ、横の奥さん、どうするでしょうか。なんか敵をいっぱい排出する。そうですね、はい、排出する。このちっちゃい子たちを、ユーロシールボスが実はいますよ。影の支配者なんですね。はい、影の支配者います。マックさんがいっぱい卵産んでる。おー、おー、ありがとうございます。素晴らしい。めちゃくちゃうまい。視聴者のみんな、あ、はい、白飯やん、あれ。ということで、こちらの日本酒、はい、おもせでございます。もっともっと、もっともっともっと出ますよ、もっともっともっと。あ、本当や、もっともっとあの進化したやつや。はい、すごい大きいやつ出ます。あれ、一番大きいやつ、はい、そう、いや、1個前です。もう1個いいねん。はい、はい、もっと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 もがいます。もっと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 パーフェクト超人がおるんや。います。これ見たいな、それ。さらにそいつをくっつけると、なんと成仏します。え、成仏。死んだらあかんやん。これおばあちゃんにやってもらったら困りますね。おい、おい。ということで、日本酒ゲットです。よいしょ、おめでとう。ドグマさん、飲んでみたくないですか。いや、飲んでみたくないですかっていうかね、コップがもう、グラスが4つ用意されてますから。え、4つ。ここで飲むんでしょうよ、これ。これ、開けたらポンってするやつですか。あ、私、ダメなんですよ、あれ。ありがとうございます。あ、そっか。私、ダメなんですよ、何が。酒飲まない。いや、ポンってすると、それ以上大きい声で発狂したんですよ。え、やべー。え、ほんとやだ、ほんとやだ。え、しないの。何？どうってさ、いや、これ日本酒でボンって飛ぶやつちゃうから、別にボンって言うだけやから。はい、これ赤いな、でも頑丈やねこれ。け。あー、怖い。シャンパンみたいな。いや、怖いですよこれ。ボン。あー、うるさ。何でそういうことするんですか。はい、飲もう、みんなで。はい。みんな飲むの？コップあるけど。飲める方って絶対誰も飲まないでしょ。まあ、ちょっとぐらい、はい、ガブ飲みに行きましょう。なんで俺だけ飲む。俺だけ。なんで、なんかうまいのに罰ゲームみたいになってる。まあいいよ、もらうわ。じゃあもうちょっと飲むわ。おお、入れないで。かっこいいぞ。お、でも一気、もっともっと、今回一気飲むちゃうのに。じゃあいただきます。あ、でもいいですよ、うん、でもこれ視聴者みんなあれやからね、
これ放送中酒飲まないって公言したけど、こういう企画やからね。うん、あ、それしゃあない。いただきます。仕方ないんだからね。うん。一気にいった。一気にいきましたね。あ、これ辛口で美味しいですね。おー、あ、全然あのね、なんていうの、あの安い日本酒だと攻めないみたいな嫌な残り以外の接着剤みたいな味するんですけど、これ全くないですね。さらっといけますよ。食レポかと思ったら攻めないん出てきてる。攻めないんじゃない。これうまいですよ、これさらっといく辛口。どん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 帰りが。あー、いいですね。いやー、これ酔っちゃうな今日。いいよいいよ。やばいな今日。これちょっと持たせたらまずいんじゃないですかね。ちょいちょい飲んでいっていい？いいよ。しかもセルフ。やめときましょう。さあ、でも次プレイするのはドグマさんなので。はい、知らんのドグマさん。やばいよ、酒気帯び運転になるよ。酒気帯び運転。酒気帯び放送になるぞ、これ。そうですね。はい。あかん、これ酔うな、俺もう、いやー、弱ちょっと酔ってきた。はい、じゃあドグマさん。早くない？結構早くしまーす。それではステージはですね、39。岐阜県の飛騨牛弁当をかけてプレイしていただきます。はい、これでね、もうこのままプレイを岐阜って感じ。はい、岐阜ですね。いきますよ。これクリアしていただかないと。あ、うわ、めっちゃうまそうやん、肉。うわー、すごいお肉ですね。いくよ。かける3って何？そこで進化すると、一気に3段階進化します。すげえやん。もうそのまま置くのでも OK ですけどね。3段階も上げちゃったら、でも逆にこれは失敗。おお、もと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 になりましたね。もと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 。ああ、これダメだ。あ、これ1のとこ置かれへんのか。そうなんですよ、そこは進化させるとそうやって消せます。近くで進化させると。おお、あれ、うまいのでは。でもこのステージはですね、他のステージと違って時間制限のステージなので。マジでマジで知らなかったよ、そんなの。手数じゃないんですよね。急いでプレイしないと。あ、じゃあ埋まってまう、盤面が。やばい。あ、まだまだ、まだいける。はい、安心していてください。安心してって、なんでそんなこと言えまだ、まだ、あ、これ、あ、消えた。はい、そうなんです。あ、こんなの安心モードは、安心機能は。安心機能が、はい。おばあちゃんたちでも大丈夫です。マジ？埋まってしまっても大丈夫です。はい、どんどん積極的に。おっと、これなんか置いちゃってください。ドグマがよく公式放送でする適当プレイ。格ゲーとかでやるレバーガチャですよ、これ。あ、でもレバーガチャだとダメやじゃ、考えてやらんと。やっぱそうですね。あ、来てますよ、一緒にやって。いや、ダメ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 。いや、いい、やめて。お酒。お、ナイス。あ、でもでも、あ、適当に。やったー、みんなアルコールのパワーだ。すっごい体熱くなってきたもん。じゃあ僕のためにありがとうございます。ああ、いただきます。すっごい美味しそうです。じゃあいいよ、乾杯しようぜ。めちゃくちゃ美味しい。俺乾杯しよう。俺これで。あ、じゃあ、あの、ハユは、はい、あの、カニを持って。カニ。カニ。乾杯しよう。あ、なんかご飯、あの、鶏皿あるんで、私横で、あの、牛飯を分ける作業に入ります。じゃあカニ、じゃあ分けて食うの。え、すごい。あ、じゃあ、あの、飛騨牛は言っとくけど日本三大牛やろ。何があるんですか。米沢、飛騨、花正やで。それ肉の花正や。もう一個はあれやで、この何やったっけ、あれ、三重県のやつ、松阪牛。これ日本三大牛と言われてるからな。え、すごい香りしますよ。これ一生瓶もで喋ってるよ。こんなこと許されるんですか。これ似合いますね。じゃあちょっと、はい、マックスさんからどうぞ。召し上がれ。ちょっと食べてみます。ありがとう、ドグマさん、俺のために取ってくれて。よいしょ。え、すごい、魚介臭も来たぞ。どう。はい、よくやった、ほんと。ありがとう。なぜなぜなぜ。俺、大丈夫、大丈夫。自分食べえな、食べえな。あ、ありがとうございます。私、こっち残ったの全部もらうんで大丈夫です。そんなに怖い。大食感やな。うまっ。お姉ちゃんも食べてみと。わー、いただきます。これせっかくなんで、お姉さん。よっこさん。あ、そうですね。いっこさんじゃない、よっこさん。いっこさんみたいな、よっこさん。お肉が落ちてご飯しか食べてない。あら、おいしい。あら、おいしい。いや、ほんとそれうまいよ、飛騨牛絶対。うん、何放送だこれ。MC 喋れ、 MC。 うまいよな、これ。これ
これ飲むから。うまっ。おいしかったです。あ、これ本当に酔うな。あの安いお肉だと結構こう攻めたいの味とかするんですけど、せーへんやろ。なんで接着剤の味するんだよ。はい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 。いやでもね、なかなかゲームはね、パッとやってもクリアできたもんですね。うん、皆さん上手いですね。ドグマさんが思ったより全然できるっていうのをびっくりしましたけど。いや、いいですよ。ちょっとすみません、あのエアコン強めてもらっていいですか。もう体が発汗してきたんですよ。これみんな水ちゃうで、ほんまもんの酒やで、俺酔ってきた、俺。ということでね、まあ僕たちだけね、お腹いっぱいになってもあれなので、ここで、視聴者の皆様にもプレゼントがあるそうです。お、すごい、攻めたい。攻めダインを3年分ぐらい。はい、こちらのお化け拭けば OK のオリジナル携帯クリーナーお化け拭けば OK を3名様にプレゼントします。おえ、さらにですね、ゲームのアイテムのクリステをこちらはなんとプレイヤー全員にプレゼントしちゃいます。クリステ、はい、クリステっていうのは何ですか。あれですよね、はい、はい、あの課金の、そうですね、石みたいな、はい、コンティニューなどに使ったり、ざっくりと端的に説明しましたね、うん、なるほど、はい、お、それが吹けば OK、 吹けば OK です。あ、かわいい。え、かわいい。めっちゃかわいいやん。いいな、かわいいですよ、これは。はい、とですね、条件がありまして、ゲーム内において、え、条件があるの、もらうのに、現時点で難しい最というか最終ステージですね、うん、こちら佐渡島にチャレンジしていただいて、はいはい、クリアができたらプレゼントという形になってます。誰がクリアするの。そうですね、こちらは両手でできへんぞ俺。ドグマさんかな、じゃあ。かな、無理やで俺。俺やんの。だって佐渡島って言ったらドグマさんじゃん。そ う、ね、そういうことやん。初めて聞いた俺。いいけど失敗したらあげられへんのよ、視聴者に。はい、地球人代表として頑張ってください。そうだ、代表だったんだ。地球人の代表としては、大きいな。はい、ゲストです。分かった、じゃあ地球人代表として頑張ります、はい、わざわざブラジルから来てくれて。いえ、ベネズエラですよ。隣の国ですから間違わないでくださいよ。いきますよ、じゃあメーカーの人怒らへん。大丈夫です。その視聴者にプレゼントを与えるがごとく、うん、その推奨するプレイよりも違ったプレイをするかもしれんけど、いい、大丈夫です。よっしゃ、何でも OK です。何でも OK、 何でも OK、 じゃあもう言っちゃ、言っちゃうよ、次へ。はい、何面、もう置けば OK だから。佐渡島ってこの辺やよな。ラス120です。もっとこっちの方ですね。確かこれだ。はい、うーわー、ちょっと気合入れていこう、はい、隣で横幕さんも応援してくださっているので。はい、あ、めっちゃ似合ってるし、なんか横幕さんがなんか自分の嫁みたいになってます。めちゃくちゃ似合うね、横幕さん。似合いますね。いいなぁ、それマライアキャリーみたいな。いきます。頑張れ。難しいよね、佐渡。佐渡難しいです。プレイ、いきます。プレイしますよ。怖い、いきます。最終ステージです。いやでもみんなにプレゼント渡します。こっちのお化けが結構強いので。あ、なんなん、おっと、出た出た。いや、指が早すぎて残像が。あのドグマが考えることをやめた時にやるやつ。人間が知能を捨てた瞬間ですね。ああ、でも割とあれ、割とあれあれあれ、なんか今ちょっと聞こえましたよね。疲れてきてる疲れてきてる疲れてきてる。残り、おお、ビーバー、右手頑張って。あ、出てきた。息切れすごい。あ、熱い、もうダメ、熱い。